着衣泳を学ぶイベントがここ県立青少年センターでこれから行われます。今日は私も体験させてもらって、これからの海のレジャーに備えたいと思います。海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る、海と日本プロジェクト in 山梨。ズボンがね、まとわりついてすごい。これは海に、そして水に親しんでほしいと県立青少年センターが実施したものです。はい、行きます。指導する県水泳連盟の小林健二さんは、服を着た状態で水の中に入る不自由さを体験しておくことで、万が一の時落ち着いて行動できると話します。不意に落ちた時の泳ぎはこれは大変ですね。はい、海には海流とかいろんな風が吹いてたり、自然の環境っていうのはかなりこういうプールで行うよりも何て言いますか、状況判断が難しくなると思います。ですけども何しろ落ち着いて浮いてるっていうようなことが一番重要ではないかと思います。普段やってないようなことが、想定外って言いますかね、そういうふうなことが起きる可能性がいっぱいありますんで、こういう体験をしていただくとレジャーが楽しく過ごせるじゃないかと、そんなふうな期待も込めて実施させていただいております。続いては身近にあるものを使って浮く体験です。海に落ちた時、無駄に体を動かすと体力を消耗します。静かに浮いて助けを待つことが重要なんです。ペットボトルでも十分に浮いていられることが分かります。ペットボトルで浮くもんですね。初めてでしたから、びっくりしましたけどね、最初は。はい、あんなに重いと思わなかったから、本当に繰り返してやってみてよかったです。今回着衣泳を体験させていただいて本当に良かったです。知識としてこういったものを持っていて、いざという時に落ち着いて対応できる、そんな感じがしました。海と日本。